おはようございます。速稼塾の久保でございます。先日はですね、オーストラリア火災につきまして、私の呼びかけに応じてですね、たくさんの動画を撮ってくださる方がいらっしゃったりとか、その動画を拡散してくださる方がいらっしゃりね、オーストラリアから速稼塾の塾生さんが呼びかけてくださったことに非常にね、多くの方が答えてくれて非常に嬉しいなと思いました。ありがとうございました。やっぱりね、もう私利私欲と言いますか、自分のためにやることも大事なんですけども、なんというかね、こう同胞のためにと言いますかね、人類のためにというか、そういう部分も、当たり前ですけど皆さんお持ちなのかなと思って、ちょっと嬉しいなというところもありました。それでですね、今回はその動画を作ることが本当に人の役に立てるんだなってことを確認したエピソードでもあったと思うんですよ。オーストラリアの火災ってのはすごい大変みたいだよっていう風なね、そういう言葉一つでもすごく大事なんですけども、映像にして解説をすることによってより伝わりやすく伝えやすくなるわけですよね。ですから動画のリンクっていうのはやっぱり拡散しやすいですし、文章でもね、もちろんいいんですけども、やっぱり、映像がいいのかなというところでございます。で、今はですね、私たちが好きなことを選んで放送できる時代なんですよ。テレビメディアでオーストラリア火災のことって語られてないなと思えば、自分でそういうメディアを作ることができますよね。もちろん、イランとアメリカの関係についても放送することができます。で、カルロス・ゴーンさんのことについても放送することができます。これは情報が流れてくるのを待つんではなくて、自分で情報を流していくというね、こういうふうな、こう能動的な、そんな自分のアクションが起こせるということでも、その放送メディアっていうのは、すごく有益なものだなというところでございますね。もちろんその放送メディアに関しまして、私たちは広告を打つこともできるわけなんですよね。要するにそこによって収益を上げることもできるってことになります。はい、矢野さん、おはようございます。そんなことでね、今年、去年と始まってまだ10日ほどなんですけども、非常に多くの事件があって2020年を占わせるなというところでございます。本当にね、今年オリンピックがあるような、そんな平和の祭典の年なんだろうかということで、恐ろしいものを感じますけどね。さあ、そうは言ってもね、今日は あれですか、成人式ですか。10月13日、私たちの頃は10月15日が成人式だったんですけども、今はこうですね、日曜日にくっついて成人式ってあるんですよね。成人式といえば、ちょっと晴れの日っていうね、事件も皆さんの記憶に新しいところでございますけども、私は成人式にあんまりね、興味がないと言いますか、大体行事事っていうのはそんなに好んでいくようなもんではなかったんでね、バイトしてたりとか麻雀屋に行ってたんですけど、皆さんいかがですかね。で、成人式に行ったら大抵こういう人がいるなっていうのをね、ちょっと今思い出してみたんですけども、成人式って記念写真撮りますよね。あ、どうもリカさん。成人式で記念写真を撮るときに、今は多分自撮りとかできるんですよね、こうやって自分で。でもその時って多分、こうやってわざわざね、タバコを加えて、火をつけてこうやって撮るやついると思うんですよ。そういうやつとかね。あとはね、ムービーとか持ってて、こうやってダーッと会場を映してるんですけども、なんかやっぱり成人式には、ちょっと変わったね、ヘアスタイルと変わった服を着た、いわゆるヤンキー系の方がね、一部いるんですよ。なんで行事に来るのかなと思いますけども、そういうところをね、カメラでじーっと撮って、俺の地元の連れですとか言ってね、なんかまるで勝手に仲間みたいに演出する人がいたりとかね、かなりユニークでございますけども、やっぱりあれですかね、成人式ってのは、その各市区町村の市長さんとかのね、お話をありがたーく聞きに行く人ってあんまりないと思うんですけども、何しに行くんですかね。やっぱりこう、友達がいるなら、知り合いがいるなら行く意義もあるのかなと思いますけども、その友達や知り合いが確実に来てるかどうかって分かんないわけですよ。ということはやっぱり成人式で会おうぜっていう風な申し合わせをしていくんでしょうかね、やっぱりね。どうなんでしょうかね。そのぐらい仲良かったら別に成人式じゃなくても別のところでも会ってるような気がするんですけども、私の場合は成人式3回も行ってしまいましてね、19の年と20歳の時と21歳の時と、全然知り合いもいなかったんで、行ってただ帰るだけ、記念品ももらったことがないんですけども、本当に何しに行ったんだって感じですよね。成人式の話はこの辺にしておきましょうか。今日は特にメッセージがありませんでしたので、先日のね、オーストラリア火災の放送のことについて、皆さんの拡散力本当にありがとうございましたということをお伝えしたくて、朝の放送に変えさせていただきました。やっぱりね、対岸の火事って今の時代ないんですよね。どこかで起きたことってのは必ず私たちの生活を脅かし、私たちの生活だけではなくて未来をも脅かしているわけなんですよ。そういうふうな形でね、成人の日、成人式に伝えるメッセージとしましては、対岸の火事はないんだよと、で、私たちが起こしたことってのはいいことも、こうやってね、情報発信の力で全体に広がっていくし、悪いことも全体に広がっていくし、そういうことなのかなと思いますよね。
本日は以上です。ありがとうございます。